の戦で勝家殿は敵からも恐れられて何のことはないあれは おお殿のお箱が出ましたな人間美濃の平定、大義である。今宵は酔え。はっ！わしは稲葉山の名を岐阜に改め、新たな拠点とし、天下取りに乗り出す。さすがは我が殿。おい、座れって、おい。ははっ！であれば、これを機に我らにも新たな名乗りをお許しください。シャシャリで撃って二の歩道をわきまえ。藤吉郎の吉、秀千代の秀で、義秀、二人で一つの名を。許す。な。ただし名は秀吉とせよ。二人で一つの名とは古今例がない。他に類を見ぬ働きがお主ら二人であればできよう。まさに仁王のようにな。もはや藤吉郎は撃たれたと見るが妥当。これで乱れに霊石を用いる者はいなくなりますな。奴は霊石を用いて調和を乱す男、そう踏んだが手間が省けた。引くぞ、俊光。Oh!
よし、時は十分稼げた。俺たちも逃げよう。こっちよ、ついてきて。
ずいぶん遅かった。鳥みたいな赤目を見た。
やっぱりその小刀は。幼い私を拾って育てたのは、ソハヤ州。掟を守り、あやかしを借り続けてきた。ソハヤの刀が光を取り戻すとき、常闇を払い亡者を清めると聞く。この手に残されていた唾が輝く道筋をようやく示した。みんな成仏できたみたい。おーい、な、姉川をアザイア朝倉の地で染めよ。放て！
Yeah.
Yeah.
半蔵殿、ここはそれがしに任せ。殿、承知。
貴殿の助太刀感謝いたす。この恩必ずや我が部で報いよう。マガラを討ち取った今こそ浅井朝倉を打ち破る好機。我ら徳川も体制を整え共に参ろうぞ。
Yeah!
ほう、救いのものをよこすとは味なこと。姉川で直高を破ったのはお主か。ならば心置きなく夜叉となろう。
これは一体霊石が見せる夢は代償を伴う。あ、誰だおめえは。恥を忍んで哀れみを乞い申す。何とぞ一覧を。一と過ごした日々は守るべきものを私に教えた。なれど憧れた兄上の背は追うほどに遠ざかり、余人の及ばぬ彼方へ。募った深い悩みは心に隙を作り、ついに引き返せぬ道を選んだ。兄上が作る世には光が見える。その輝かしい世に愛する者だけは残したい。急がんと火が。最後のお別れをする暇をください。